先月30日のプレーオフ以来4日ぶりに集合したファジアーノの選手たち。祝日でたくさんのサポーターが見守る中、和やかなムードで汗を流しました。プレーオフ1回戦で敗退し、初の J1 昇格を逃したファジアーノ。しかしレギュラーシーズンではルーキーら新戦力が躍動し、クラブ史上最高の3位に入りました。今年の強さは必ずやっぱファンサポーターの方々の力があってこそだなっていうふうに思いましたし、まあ、それをまあこういう期間ではあるのでしっかり感謝を伝えられればいいなっていうふうに思います。また津山市出身の高卒ルーキー佐野光大選手は、今月21日にカタールで開幕する FIFA ワールドカップ日本代表のトレーニングパートナーに選出されました。大会期間中は代表選手たちと練習を共にします。人生で普通の人たちは味わえないようなことを、まあ、自分は経験させてもらうので、しっかり感謝しながら、また来シーズンワールドカップを見て経験して、成長した姿を見せれたらいいなとは思いますね。